夫の不倫を乗り越え、双子を出産、芸能人から学ぶ夫婦問題。今回は田中哲司さんと仲間由紀恵さん。仲間由紀恵さんといえばトリックで大ブレイクした本格派の大女優。一方の田中哲司さんは渋い演技で見せる実力派俳優。二人はドラマ女子デカでの共演をきっかけに交際。2014年にめでたく二人の愛は実を結びました。結婚時の仲間さんが34歳だったということもあり、夫婦は結婚後から妊活に情熱を傾けました。仲間さんは大きな仕事をセーブし、田中さんも積極的に協力しました。しかし、その最中週刊誌にて、仲間さんの留守中に田中さんの別な女性との密会が報じられ週刊誌の記事で浮気を知った仲間さんは大激怒。田中さんはひたすらに謝り倒し、最終的には仲間さんが降りるという形で決着がついたそう。その後、仲間さんは妊娠を発表、双子の男児を出産しました。当の田中さんも子供にデレデレ。先日のドラマの発表記者会見では、自分に似ていて嬉しいんですとコメントするなど、親バカっぷりは微笑ましい限りでした。男性っていうのはどんなにはちゃめちゃなことをしてたとしても、子供の可愛さに心を改めることが多いです。こういうことを乗り越えた2人、応援したいと思います。